藤浪晋太郎、160キロ連発で4戦連続の無失点、防御率 10.80、無四球でオープナーの役割果たす。米大リーグアスレチックスの藤浪晋太郎投手は13日、本拠地レイズ戦に先発登板。今季2度目のオープナーとして1回1安打無失点と、役割を果たした。6連勝中と好調のチームでオープナーを任された藤浪。初回先頭のディアスを1球で1ゴロに打ち取ると、続くフランコは3球三振。最後は162キロの剛速球だった。3番ハロルドにも100マイル超えを連発したが、7球目を不運な3塁内野安打とされる。それでも4番アロサレーナを差しに打ち取り、初回を無失点に抑えた。試合前まで防御率 11.12 だった藤浪。制球が安定せず、先発からリリーフに配置転換となっていたが、これで4試合連続の無失点。地元ファンの声援を受けて無四球投球を披露し、防御率も 10.80 まで下がった。オープナーだったんか。藤浪すげー、とんでもなく防御率が良くなってしまった。なんでオープナーなんや、ガチを呼び込む男やぞ。一回無失点ピシャリオー。監督これ以上は嫌な予感がする。よぎったか。個人的にはもう少し投げて欲しかった。いい球投げてたし。ガチャ成功。欲張らずにすぐ交代したのもだんだん使い方分かってきたな。オープナーって実際一回だけでいいんか？なんか3回くらいは投げるもんやと勝手に思ってたわ。ほんまにオープナーなのか先発契約を満たしたかっただけなのかはわからんな。でも悪くなさそうやったし、もう1イニングくらいは見たかったわ。もうちょっといけるかもと思った時に止めるのがギャンブルの鉄則やからな。まるで爆発物を扱うような繊細さが求められる投手。そら火炎放射器やからな、丁寧に扱わなきゃダメやろ。藤浪って NPB 時代もこんな当たり前のように160キロ投げてたっけ？中継ぎ時代は割と出してた。このままオープナーで行くんかな、それともいずれは先発に戻すんか？何度か好投したらオープナーじゃなく、ちゃんとした先発で投げさせる可能性はあると思う。自分に厳しすぎる男が自らどん底に追いやるハンデを貸してこれからトップに這い上がってくるで、これはもう大谷さんは震えるしかない。藤浪が防御率1点台になることはあるのかな？こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。